ピエール・コーションピエール・コーションは、フランスの聖職者。ブルゴーニュ派、親イングランド派の聖職者として、ボーベ主教に出世し、1431年2月から5月に、かけてのジャンヌ・ダルクの異端審問において裁判長を、務めた。1371年頃、ランスに生まれた。羊は定かではない。農民のことも、ランスに移住した貴族の家柄のことも言われる。 後のイングランド王ヘンリー6世の秘書ジャンドリネルは、老いに当たるという血縁関係のみが判明している。教会法学士としての法律知識と弁論術が評価されて、パリ大学学長、ランスとボーベの三次会会員、ランスノートルダム大聖堂司教代理などを歴任した。特に、パリ大学を代表する立場を、 主に使用した。パリでは、ブルゴーニュ公者に一世の取り巻きの一人となり、1413年のカボシュの反乱の際にはその首謀者の一人として、仮想民の先導に当たった。そのため1413年9月27日に、アルマニャックハクベルガール7世がパリに入場してくると、パリから追放された。1414 14年から1418年にかけて、 開催されたコンスタンツ公会議に、ブルゴーニュ公の命によりブルゴーニュ派として出席し、オルレアン公、ルイド・バロア暗殺を正当化する、ジャンプティの説を指示した。その後、派イ員の調査官となり、パリ大学代表者として様々な、ブルゴーニュ派のための任務をこなした。おいのジャンド・リネルと共に、シャルル皇太子の王位継承権を否定する、 トロワ条約の起草に当たったのもその一つだった。同条約遵守の制約人も務めた。1420年から、ボーベ司教に就任した。この司教職には、慣例として、パリ大学の所得権保護者というポストが、付随していたので、この後もパリ大学代表者として行動した。イングランド摂政ベッドフォード工場の意向に従って、1421年には、 パリシ教ジャンクルトキュイスをジュネーブに遠ざけるなどの政治工作に当たった。1429年5月にジャンヌ・ダルクがオルレアンを解放し、7月にシャルル・7世をランスに導いた際、コーションは生体祝日の行列に参加するために直前までランスに滞在していたが、フランス軍の接近を聞いてボーベへ逃げ帰った。しかし、 ボーベ住民が、イングランド人とブルゴーニュ派の追放を開始したため、さらにルーアンへと逃れる羽目となった。ベッドフォード公はこれを機にコーションを、ルーアン大司教にすることを希望したが、ルーアンの聖職者たちの反対が根強かったので、結局コーションは、理従司教になるにとどまった。1430年5月に、コンピエーニュでジャンヌがブルゴーニュ派の捕虜になった。コンピエーニュは、 ボーベ司教の管轄であり、コーションはその資格に基づいて、イングランドが彼女を買い取れるよう尽力し、さらに自分を裁判長とする、異端裁判に、彼女をかけることに成功した。ジャンヌ・ダルクを裁くピエール・コーション・ベッドフォード校の移行で、ジャンヌの異端裁判は、ルーアンで行われることになった。1430年12月に、コーションは、ルーアン教会参事会からルーアン大司教の、 管轄内で裁判を行う権限を認められた。そして1431年1月に、ヘンリー6世の所管で、ジャンヌの身柄はコーションに引き渡された。ただしこれは、様々な条件付きだった。イングランド側が要求した時はいつでも、ジャンヌの身柄を、イングランド側に返さなければならず、またもしコーションの宗教裁判が彼女に、 有罪判決を下さなかった場合はイングランドは独自の判断により彼女を処断することも付記されていた。要するにイングランドはコーションに有罪判決を下すよう強制していたのだった。第1回公開審理は2月21日から開かれた。コーションはまず、教会の教えや何時の知っているすべてのことについて問われたことに真実を述べると宣誓しなさいとジャンヌに。 要求したが、彼女は、神が私に与えた啓示は、我がオーシャルルにしか打ち上げることはできませんと答えた。さらにコーションは、主の祈りを唱えることを要求したが、彼女は、国会を聞くことを条件に挙げた。コーションはそれに応じなかった。判事の一人、ジャン・ボーペルが主導した2月24日の審理で、 神の恩寵にまつわる不利な質問を受けたジャンヌは、もし私が恩寵の下にないなら、この上神は恩寵へと私を導いてくださるのでしょう。そして、恩寵の下にあるなら、神は変わらず、私をお守りくださるでしょう。と答えた。裁判官たちを、この返答に呆然としたという。2月27日の審理もボーペールの主導で行われた。 この日の真理でジャンヌは、啓示を受けた聖女の名前は、聖カトリーヌと、聖マルグリッドであり、最初に姿を現したのは、聖ミカエルであると証言した。男物の衣服を着たことを追求されると、この世の人に言われて、男物の服を着たわけではありません。衣服にせよ何にせよ神と天使の命令以外のことは、一切しておりませんと答えた。 また、剣より旗の方が40倍も好きでした。戦闘に出る際には人殺しをすることがないよう旗を持っていきました。だから私は誰一人殺しておりませんと証言した。3月1日の審理は裁判長コーション自らが主導した。コーションはアルマニャック博がジャンヌに送った境界大分裂についての書簡に関連して、 真の教皇はいずれであると思うかと質問したが、ジャンヌは、私に関する限りローマにおられる教皇様を信じておりますと答えた。これは、長年アビニョンの対立教皇を支持してきた、パリ大学には面白くない返答だったと思われる。続いてコーションは、ジャンヌのイングランドへの最初の警告状を追求したが、その際に彼女は、7年以内に、イングランド人は、 オルレアンで失ったものよりずっと大きなものを失い、フランスにおける全てを失うでしょう。と予言した。またコーションの、聖マルグリッドは、英語で話したかという質問に対してジャンヌは、聖マルグリッド様は、イングランド人に味方していないのに、なぜ英語でお話になりましょうと答えた。3月10日の審理から非公開となった。捕虜になったことについての審問では、 ジャンヌは、捕虜になる正確な日時を知っていたらその日には、積極的には出撃しなかったでしょう。とは言っても、どうなろうとも、声の命じるままに振る舞ったでしょう。捕虜になることはどうしても避けられないと、いつも聞かされていましたと証言した。3月13日の審理で、どうして、神は騎乗を選んだと思うかと質問されると、国王の敵を国外に追い払う者が、 ただの娘である方が神様のおぼしめしにかなっているのですと答えた。3月27日から再び審理は公開となったが、3月31日には彼女の独房で非公開審理を行った。ここでコーションは教会への復従について主に質問した。ジャンヌは私にできないことを命じられなければ、 地上のの教会の決定に服します私にできないことというのは、私が、この裁判で神が私にお示しになった刑事について、私がしたり、言ったり、宣言したりしたことを取り消せということです。私は何があってもそれは、取り消すつもりはありません。主に命じられたことを、現世の人間に言われたからとしないでいることは、できないのです。と答えた。4月5日に、 コーションは裁判で明らかになった罪状として12箇条を作成した。予知予見や断層について、聖女らの命令を盾にしていること、書簡の署名に、イエスマリアの文字と十字の印を使ったこと、旅収になっていた時に、塔から飛び降りた、自殺未遂の件、諸女性を誇る傲慢さ、神や聖女が、フランス人だけを祝福していると思っている、党派性。 声への礼拝などが列挙された。そして総論として、最後の第12条で、現世のすべてのものが復従しなければならない教会の統制をないがしろにしていることを批判した。これは、教会に復従しないジャンヌは、教会の外に置くことを結論したものであった。これによりジャンヌの運命は、このまま異端として処刑されるか、改心して教会に復帰するかの二つに一つと、 なったのである。コーションは、パリ大学進学部に12課状への同意を求める、手続きに入りつつも、ジャンヌに改心をするよう説得に当たった。5月2日には彼女を63人の判事で、取り囲み、教会に復従せよと迫ったが、彼女は、私は、教会は、迷うことも謝ることもないと信じています。けれども、私の原稿については全て神のお手に委ねます。 私がしたことはすべて神がお命じになったことですと述べてこれまでの立場を変えなかった。1431年5月24日にジャンヌは家計台が設置されたサントゥアン墓地に連れて行かれた。ここでもコーションは最後のチャンスとして教会に復従しろと迫ったが彼女は教皇様に従います。けれど第一に神に従いますと答えた。コーションは ダメだジャンヌ。順序をつけてはダメなのだ。ただ一重に教会に服従せよと、もう一度服従を迫ったが、ジャンヌは何も答えなかった。それを見たコーションは、判決文の朗読を開始した。その大部分が読み上げられた時、ジャンヌは、家計の恐怖にいよいよ耐えきれなくなったのか、教会の命じるすべてのことを守ります。読むのをやめてください。 あなたたちの命令には何でも従いますと叫んだ。これを聞いたコーションは二度と武器を手にしない、男物の服を着ない、髪を短く切らないなどからなる、改新文をジャンヌに読み聞かせて、それに署名させた。そして署名を確認すると家計を取りやめるので彼女を牢獄へ戻すよう命じた。しかし家計見物を期待して集まっていた聴衆は、これに失望して、 コーションに石を投げつけ始めたという。ヘルマン・スティルケが1843年に描いた家計大のジャンヌ・ダルクしかし5月27日に、コーションはジャンヌが再び男物の服を着ているとの報告を受けた。コーションは翌日にジャンヌの牢獄を訪れたが、確かにその時には男物の服をまとっていたという。コーションが どういう理由でそれを着用したのだと聞くとジャングは自分の意思で着用しました。私は男の中に混じっているわけだから、婦人服を着ているより適切だし、便利だから来ました。それに、私に約束されたことも守られていません。つまりミサに出られ、生体も配慮でき、鎖も外してもらえるという約束です。私が行ったり、 取り消したりしたことはすべて家計が怖いあまりにしただけです。聖マルグリッドと聖カトリーヌの出現を否認すると言ったり、否認するつもりはありませんでしたと答えたという。ジャンヌが男物の服を着たのはイギリス人監守たちが彼女に襲いかかって、婦人服を剥ぎ取り、男物の服を投げ込んだのが原因と言われる。その陰謀にコーションが関与していたかどうかは定かでないが、 コーションは、ジャンヌとの会談を終えた後、イギリス人たちに、うまくいきましたよ。少しは、嬉しそうな顔をしてくださいよ。一件落着ですよと述べたという証言がある。5月29日に、コーションは、売席判事を招集し、ジャンヌが、男物の服を着たことを告げ、これは、教会への不服従の証拠であると論じた。そして戻り、異端に該当するので、 世俗裁判権に引き渡す旨を決議した。コーションは、世俗権力による裁判を要求せず、イングランドは、裁判なしで5月30日にも、ジャンヌを家計で処刑した。死刑執行日、ジャンヌはコーションに向かって、死さ参、私は、あなたのせいで死ぬのですからねと述べたという。コーションは、 お前は我々に約束したことを守らなかったし、元の悪行に戻ったため、死ぬことになったんじゃないかと答えたが、それに対してジャンヌは、あなたが私を教会裁判所の牢に入れ、叱るべき正式な監守の手に委ねてくれれば、こんなことにはならなかったのに。だから私はあなたを神の前で告発しますと述べたと、いう。コーションは、ジャンヌの裁判後もイングランド派の聖職者として、 行動した1431年12月16日にパリで開かれたイングランド王ヘンリー6世のフランス王体幹式にも臨席した。1433年にはオルレアン公シャルル・ド・バロワの釈放に関する交渉のために華麗に派遣された。1435年のバーゼル公会議にも出席した。1436年。 シャルル7世がパリを奪還すると、ルーアンへ逃れた。1442年12月18日に、同地で死去した。死去を務めた、リジューのサンピエールドリジュー聖堂に埋葬された。彼の死は、イングランド軍の全面敗退の前のことであり、ジャンヌの復権裁判の時には彼は猛この世に、いなかった。復権裁判では、彼の代わりに遺族が、 ジャンヌの裁判における彼の立ち振る舞いについて、弁護することになった。遺族全員が大祖人を通じて、一切の責任はイングランドにあるとの供述をしている。1931年、サンピエールドリジュー聖堂で工事中に、偶然コーションの遺体が発見されたが、注目に触れるのを避けるためか墓標などはなく、埋め戻される際もそれらが追加されることはなかった。ありがとうございます。